ウェストヘイブンはアメリカが州国コネチカット州ニューヘイブン郡南西部に位置する都市である。2010年の国勢調査では人口55,564人であり、州内では第11位、軍内では第4位の都市である。ウェストヘイブンはニューヘイブン植民地の一部として1648年に入植された。当初はウェストファームズと呼ばれた。 1719年、ウェストヘイブンという一つのパリッシュとなったが、公式には1822年までニューヘイブンに属したままだった。アメリカ独立戦争の時、ウェストヘイブンは米英領軍にとって襲撃隊の出発点や到着点となることが多かった。1779年7月5日、イギリス軍がニューヘイブン港を侵略し、ウェストヘイブンとイーストヘイブンで上陸した。 トマス・ペインターという10代の民兵がサビンドックの上に立っている時に近づいてくるイギリス艦を目撃しており、その様子が師匠に描かれている。主たる商業通りであるキャンベル・アベニューはイギリス軍副艦のウィリアム・キャンベルにちなんで名付けられており、当時は第三衛兵隊の少尉であり、ノア・ウィリストン牧師を救った。ウィリストン牧師は地元回収派協会の牧師で、 アメリカ独立を提唱するものだったが、敵軍から逃げようとしている時に足を骨折し、イギリス兵やドイツ人傭兵の銃剣で殺されそうになっていた。キャンベルは兵士にウィリストン牧師を牧師館まで連れて行くよう命令し、連隊付き軍に足の手当てをさせた。キャンベルはまた、自部隊が村を行軍するときに秩序を保たせたものとされており、 土地の女性が宝石を盗まれたと告発した時には、該当する兵士二人を逮捕させたと言われている。その数時間後、キャンベルは、ニューヘイブンに向かう途中にあるアリングタウンヒルの上で、農夫が変わった、守備隊によって殺された。キャンベルは、町のプラーテン通りに近いアリングタウンで埋葬された。この侵略によるパトリオットの犠牲者は、クライストチャーチファーストソサイエティ墓地に、 埋葬されている。歴史的な破壊士が、キャンベルが埋められた概略の場所を示しており、ウェストヘイブン歴史協会が維持している。ウェストヘイブンは1784年に独自の町として法人化しようとしたが、隣接するノース・ミルフォードを超域に加えようとしたので、これに反対したミルフォード町から抗議の声が上がったこともあって、失敗した。 ウェストヘイブンとノースミルフォードは1786年にも同じことを試みたが、1787年にやはり失敗した。この二つの町は最終的にオレンジ町として合併し、1822年に町として法人化された。1921年、ウェストヘイブンはオレンジから分離して新しい町になった。1961年には、 市として法人化され、コネチカット州では最も若い市になっている。ただし、入植地としては、州内最古クラスにある。ウェストヘイブンのサビンロック部には、19世紀後半に、地域に知られた海岸リゾート地として始まった、サビンロックアミューズメントパークがあった。20世紀には、総合的なアミューズメントパークに変わり、1960年代に、閉園となった。その後は、 ニューヘイブン港、ビーチフロントの西側に沿ってあり、現在は、歩道と自転車道になっている。ジミーズや、タークス・オブ・サビン・ロック、マイクス・ワピザ・アンド・レストランなど数軒のレストランが、公園の名残として残っている。ジミーズやタークスは、シーフードとスプリット・ホットドッグで有名である。ウェストヘイブンは、市長、市政委員会方式の市政府形態をとっている。 11代目の市長エドワード・エム・オブライエンは2013年に当選した。市内には3つの独立した消防地区がある。長年これらを一つに統合しようという動きがあったものの、現在でも独自の税率で調税を続けている。1986年、ウェストヘイブンはアメリカ合衆国憲法の200周年を祝った。1年を通じた祝祭の中で、 市長と市政委員会は、ウェストヘイブンの公式戦をアメリカ海軍の駆逐艦アセスエドソンとすることや、市の公式の花をアスレグサとすることなど、地域社会の関与を奨励する多くの決議を成立させた。公立学校では幼稚園から12年生まで憲法に関する授業があり、キャンベルアベニューで行われた憲法のヒッパレードに参加するために、生徒は授業を免除された。 オーシャンアベニュー沿いの海岸線、ブラドリーポイントとサビンロック地域の海岸線、ブラドリーポイントの海岸線、ジョーンズヒル道路とオーシャンアベニューの交差点アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は11.0平方マイルであり、このうち陸地10.8平方マイル、水域は0.2平方マイルで、水域率は1.54%である。 一般に公開されている海浜が3.5マイルあり、州内公開海浜の4分の1に当たる。給料制のアリングタウン地区にはニューヘイブン大学がある。ウェストヘイブンはアメリカ合衆国会議員コネチカット州第3選挙区の中で南中部にある。市の南西はオイスター川に接し、北西はオレンジ町、北はニューヘイブン市、北東は ウエスト側でその対岸がニューヘイブンと接している。東はニューヘイブン港であり、南はロングアイランド湾である。市内にある3つの重要な地区が3つの消防地区に相当する。市内のあらゆる部分がこの3つの地区に入っているわけではない。例えば南東隅は中央地区すなわち第1消防課税地区の一部だが中央事業地区と一体ではない。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ウェストヘイブンは輸送と工業の中心であり、バックルの店で、後にはアームストロングゴム会社で知られている。現在のアームストロングゴムの工場はいくつか、小さな企業がスペースを借りている以外は空いている。これこ、ユナイテッドテクノロジーズの一事業部である、シコルスキーエアクラフトも市内で創業していた。 ドイツのノルト・ベスト・ファーレン州レーバー空前を本拠とするバイエルの一部門であるバイエル・ハーマシューティカルズ・キター・アメリカがウェスト・ヘイブンに工場を持っていたが2006年に工場を閉鎖すると発表し約1000人の雇用に影響した137エーカーあるモトバイエルの敷地には建物が17棟ありその大半はウェスト・ヘイブン市内だが一部はオレンジ町内にある 2007年、イエール大学が、バイオテクノロジー、薬学、その他生命科学の研究のために、その敷地全体を買収した。2000年代初期、ウォルマートが市内に店舗を設立した。ウェストヘイブンは長く、ニューヘイブンのブルーカラーと、中流階級のベッドタウンであり、1990年代から財政的な問題を抱えている。市内には、ニューヘイブン大学、 アメリカが州国大駅軍人局病院、イエーナ大学野球チームの本拠地であり、以前はマイナーリーグ野球チームが利用していたイエールフィールドがある。イエールブルドッグスの本拠地であるイエールボールがウェストヘイブン市境に近いニューヘイブン市内にある。ウェストヘイブン高校のフットボールチームは1968年に州内第1位、国内第5位にランクされていた。市内には ローマカトリック系男子校のノートルダム高校もある。週刊高速道路95号線、コネチカット修道34号線、アメリカ国道1号が市内を通り、オレンジとニューヘイブンをつないでいる。修道162号線は、国道1号線を終始橋としており、オレンジ町内で始まり、ウェストヘイブンを通り、ミルフォードで終わる。南北方向の修道122号線は、 ニューヘイブンに始まり、フォレスト道路となり、キャンベルアベニューと第一アベニューとなって、週刊高速道路95号線と接続する。修道745号線が、その点で始まり、西に転じてエルム通りとなって、ニューヘイブンに入り、修道10号線で終わる。公共交通機関は、コネチカット交通ニューヘイブンのバス便がある。ウェストヘイブンセンターには、 キャンベルアベニューを使ういくつかの路線のバスが発着する。B4 系統は、そう見る道路とブルヒルレーンに向かう。B5、B6 系統は、ジョーンズヒル道路を通り、オイスター側に近いベイブルック、ショッピングセンターで終わる。B7 系統は、第2アベニュー経由でサビンロックに向かう。J 系統は、ウェストヘイブンの海岸線を見る報道に向かう。O 系統は、 国道1号線に沿った地域を通る。MK 島はアメリカ合衆国大駅軍人局病院に行く。メトロノス鉄道とアムトラックが利用する鉄道線が市内を通っている。2010年、コネチカット州交通省がウェストヘイブン市内で新しい駅の建設を始めた。元アームストロングゴムの工場の向かい側に建設され、2013年8月18日に利用開始された。 ツイードニューヘイブン地域空港が最寄りの定期便の発着する空港である。ありがとうございます。